リンチバーグは、アメリカ合衆国バージニア州の独立市である。2010年国勢調査での人口は75,568人となっている。ジェームズ川の堤に沿い、ブルーリッジ山脈の麓丘陵に位置しており、7つの、丘の都市や、丘の都市と呼ばれ、時として、それ自体の都市と呼ばれることがあるが、これは、州や連邦政府とのもつれを歴史的に回避してきた。 ことに関連している。リンチバーグ統計上都市圏は2122平方マイルの広さがあり、バージニア州の地理的中心近くにあり、アマースト郡、アポマトックス郡、ベッドフォード郡、キャンベル郡、ベッドフォード市及びリンチバーグ市にまたがっている。この都市圏人口は24万5809人であり、バージニア州では5番目に大きな都市圏となっている。 その他近くにある都市では、ロアの奥、シャーロッツビルおよびダンビルの各市がある。リンチバーグの姉妹都市としては、フランスのリュウエイーユー・マルメゾンとドイツのグラウハウがある。リンチバーグ市には、セントラルバージニアコミュニティカレッジ、リバテ大学、リンチバーグカレッジ、ランドルフカレッジ及び、バージニア大学オブ・リンチバーグがある。リンチバーグ都市圏には、スイートブライアカレッジがある。 リンチバーグ市は、商業と小売りの地域中心である。リンチバーグ都市圏の中の産業としては、隔離用技術、薬品及びマテリアルハンドリング技術がある。地域内の多様な小企業が安定した経済を保たせ、全国経済の悪化の影響を最小化している。その住民に対するデジタル都市充血調査では、この調査が2004年に始まって以来ランク入りしており、 2007年にはトップタイになった。1757年に初めて入植されたリンチバーグは、その創設者であるジョン・リンチにちなんで名付けられた。リンチは17歳の時にジェームズ川の浅瀬で、渡し船の運航を始め、ニューロンドンとの行き来を確保した。また川にかかるリンチバーグでは、 最初の橋作りにも貢献し、1812年には、これが私船に置き換わった。リンチとその母は、サウスリバーフレンズ集会所の墓地に埋葬されている。七つの丘の都市は、リンチの私を取り囲む丘に沿って、急速に発展した。トーマス・ジェファーソンは、オプラ・フォレストと呼ばれるリンチバーグ近くの家を持っていた。ジェファーソンはたびたび、 リンチバーグを訪れ、リンチバーグの町に有益であることより大きな楽しみをくれるものはない。そこは、州内で最も興味ある場所だと考えていると述べた。リンチバーグの町は、ジェームズ川のリンチ渡し場の地に1786年の認可で設立された。これら、新しく便利な輸送手段によって、地域交通がリンチバーグを通るようになり、 タバコ交易の新しい商業中心になった。1810年、ジェファーソンは、リンチバーグはおそらく、アメリカで、最も発展しつつある場所だ。重要さでは、リッチモンドの次に来る。と記した。19世紀には、商業と製造業の中心となり、1850年代までに一人、あたりの数字で、アメリカで最も止める街の一つとなった。 主要産業は、タバコ、鉄及び鋼だった。輸送手段としては、ジェームズ川のジェームズリバー、平底船、ジェームズ川とカノーアノーンが、さらに後には、バージニアテネシー鉄道や、ノーフォークピーターズバーグ鉄道など4つの鉄道線が加わった。初期のリンチバーグは、その新人深さではあまり知られていなかった。1804年。 福音伝道者ロレンゾ動画、リンチバーグについて、悪魔の王国があると考えることについて私が、公然と語るところです。リンチバーグは神を崇拝することについては、恐ろしい場所です。と記していた。これは、リンチバーグに教会がないことを指していた。リンチバーグの富が増大するにつれて、売春など、下品な行動が極めて普通のこととなり、多くの場合、当時の、 上層部によって認められていなければ無視された。これらの行動の大半は、ハゲタカのネグラと呼ばれる町の中心街で起こった。南北戦争の間、リンチバーグは、南軍の供給基地となり、北軍デイビッド・ハンター将軍が、シェナンド渓谷から南に出てきて、リンチバーグから1マイル以内に接近した。ハンターは、 リンチバーグに予想よりも大きな南軍部隊が駐屯しているという誤った印象を抱き、1864年6月18日のリンチバーグの戦いで南軍ジュバルアーリー将軍の部隊に撃退された。この誤った印象を抱かせるために一編成の列車が常に行ったり来たりし、住民は援軍が降りてきたかのように喝采を上げた。町の買収にども その欺瞞に加わり、その北軍側、お客さんに、南軍の遠兵が大勢来ていると嘘を伝えた。1865年4月6日から10日は、リンチバーグが、バージニア州の州都となった。ウィリアム・スミス知事の下で、リッチモンド陥落から、南軍の降伏までの数日間、州の行政府と、立法府が、リンチバーグに移動した。19世紀後半、 リンチバーグ経済は製造業に転換が進み、一人、あたりの数字で、アメリカで最も止める街の一つとなった。1880年、リンチバーグの住人、ジェームズ・アルバート・ボンサックが、最初の紙巻きタバコ製造機を発明し、その後間もなく、医者で、薬理学をかじったチャールズ・ブラウン・フリート博士が初めて、大量生産し店頭販売できる、干潮剤を導入した。 フリートが設立した会社は現在でも製造を続けている。フリート博士はまた1880年代初期にリンチバーグでリップクリームとしてチャップスティックを発明した。この頃ノーフォークウェスタン鉄道とシェナンド渓谷鉄道の接続点としても選ばれていた。しかしリンチバーグ市民は それが生み出す騒音や汚染のために接続点となることを望まなかった。それゆえに、接続点は、ロアノーク市となる場所に置かれた。1951年冬、ワシントン DC のナショナルギャラリーは、リンチバーグ市にあるランドルフメイコン女子大学を、非常時の際の保管場所に選定した。この、プロジェクト i に参加する見返りに、大学は、 その設備の全室を展示スペースとして使うことを認められ、1970年代にそれを始めた。50年代から70年代にかけて、冷戦の緊張感が高まっていったが、ナショナルギャラリーが、プロジェクト Y に合わせて、国の宝を動かすような事態にはならなかった。1950年代後半、多くの関心を抱いた市民が、連邦政府に、 クリントン・フォージとリッチモンドの間に長い間、計画されていた、週刊高速道路の経路を変更するよう要請した。1940年代以降、連邦政府が計画する、週刊高速道路の地図では、北側の経路を通り、リンチバーグを通る、高規格道路はなかった。州の高規格道路委員会議事録でも北側の、経路を承認したことになっていた。 南側経路の提唱者は、バージニア就航企画道路委員会の大半を、検討後の変更を支持するよう説得に成功したが、1961年7月、リンゼー・アーモンド知事と、アメリカ合衆国省務長官、ルーサー・ホッジスは、経路を変えないことを宣言した。このためにリンチバーグ氏は、人口5万人以上の都市で唯一、週間高速道路のない町になった。 リンチバーグ氏は時として、それ自体の都市と呼ばれることがある。これは、地理的及び文化的に孤立していることもあるが、州や連邦政府とのもつれを歴史的に回避してきたことに関連するところが大きい。この言葉はコラムニストであるダレル・ローラントが表した歴史書の表題だった。このことに関連して、それは知事に、遅れという文が、 公共のトイレに書かれているのを見出すことができる。リンチバーグ氏は、ジェームズ川では、リッチモンドより、上流にある。1919年のパノラマ写真20世紀半ばの、数十年間、バージニア州は、優生学的目的で知的発達の遅れた人の、強制的不認可を承認してきた。この手術は、リンチバーグ氏のすぐ外にある、 バージニア終転換患者と知的障害者のコロニー、現在では中央バージニア訓練学校で行われた。推計で8300人のバージニア人が否認手術を受け、知的障害者、貧者、猛者、転換患者など、その体伝子的に不適応と見られる者たちのゴミ廃棄場と呼ばれるリンチバーグ市に移動した。 否認手術は1972年まで35年間実施され、その後手術は止められた。1970年代後半、アメリカ自由人権協会が、否認手術を受けた犠牲者のために、バージニア州を相手取って、集団代表訴訟を起こした。この裁判の結果、犠牲者たちは公式の謝罪を受け、彼らが選択するならば、カウンセリングを受けた。 犠牲者の不妊化を元に戻す、手術の請求は否定された。アメリカ合衆国最高裁判所で争われた、バックタイベル事件の原告キャリーバックは、知的障害者と判定された後に、州の優生学計画の一部として、リンチバーグのバージニア州転換患者と、知的障害者のコロニーの患者である間に、不妊化された。リンチバーグ市の40以上の場所が、 国登録歴史史跡に挙げられている。リンチバーグ氏は7人の委員からなる、市政委員会によって運営されている。ザ・リンチバーグシティ・カウンシル・コンシスツ・オブ・セブン・メンバーズ、市政代行官市検察官及び、市事務官は、市政委員会によって指名される。市政委員会の他の任務と責任には次を含む。 リンチバーグ司法典に加える追加と修正のすべて委員会が指名する協議会や代行業務の創設以下は2000年の国勢調査による人口統計データである基礎データ人種別人口構成年齢別人口構成世帯と家族収入と家計アメリカ合衆国国勢調査局によれば世帯あたり年間収入で アメリカ合衆国全体2006年中央値は48,200ドルで、あるのに対し、リンチバーグは下回っている。市の人口はここ25年間以上安定しており、2006年で67,720人、2000年で65,269人、1990年で66,409人、1980年で66,743人だった。 リンチバーグ氏は、北緯37度24分13秒整形79度10分12秒、北緯37.40361度整形79.17000度、37.40361-79.17000 37. に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は49.8平方マイル。 このうち陸地は49.4平方マイル、水面は0.4平方マイルで、水域率は0.74%である。リンチバーグ氏は、商業と産業に基礎を置いている。熟練した労働者がおり、平均以下で、しばしば、マイナスとなる、失業率、及び、平均以下の生活費が特徴である。バージニア州の大きな都市圏の中で、2006年の、 フォーブズマガジンでは事業に向いていることでは、州内5番目であり、バージニア州は国内で最良の州となっている。フォーブズでは、バージニア州でわずか6カ所しか調査されておらず、州内都市の大半は、北バージニアとしてグループ化されていることに注意すべきである。リンチバーグ市は、同じ調査で全国の109位にランクされた。リンチバーグニュースアドバンスでは、 リンチバーグ都市圏で働く人が増えたにもかかわらず、1990年以来、賃金は高くなっていないと報告している。中央バージニア労働委員会委員長のウォルター・フォアは、これが、ホワイトカラーの仕事が少ないためだと考えている。国勢調査局によれば、インフレ調整後の1990年世帯あたり、年間収入中央値は、 約3万9000ドルであり、2009年のそれは4万2740ドルとなっている。またフォーブズでは、リンチバーグ都市圏が事業に向いていることでは、全米70番目であり、シカゴより上位、バトンルージュより下位にある。バージニアビジネスマガジンでは、リンチバーグ市のヤングプロフェッショナルズが最近、 いかに若い働き手がいなくなっているかを明確に示す研究を行ったと報告している。リージョン2000経済発展委員会の執行役員、リーコブによれば、リンチバーグ氏は若い人が働き始める場所として優先順位が低いという評判がある。このことは、高校やカレッジの学歴を持った人口が、 週平均以下であること、及び、過去30年間の人口成長率がゼロに近い、ことからも証明される。地域2000年経済発展委員会と、中央バージニアのヤングプロフェッショナルズの双方が若い、職業人の評判を改善し、機会を増やすことを試みている。リンチバーグ地域会議及び観光局の統計では、リンチバーグ市のリージョン2000地域としての、 観光産業の成長がレジャーや集団旅行の目的地として認識度が上がってきたことを示している。旅行、観光産業はリンチバーグ市で約1500人の雇用を提供している。リンチバーグ市での教育はリンチバーグ市公共教育が担当している。この教育委員会はリンチバーグ市政委,委員会が指名する。市内には多くの市立宗教系学校もある。 例えば、ホーリークロスリージョナルカトリック学校、ジェームズ川デイスクール、リバティ、クリスチャンアカデミー、新しい契約クラシカル、クリスチャンスクール及び、バージニア正公会学校がある。さらに、周辺軍部の多くの公共教育制度を選択することも可能である。リンチバーグ市にある大学としては、リンチバーグカレッジ、ランドルフカレッジ、バージニア大学リンチバーグ校を呼び、 リバティ大学がある。セントラヘルス・リンチバーグ地域にある次の3病院を管理しているマネージズ・フォー・ホスピタルズ・インザ・リンチバーグエリア。これら4病院とともにセントラヘルスは中央バージニア中の多くの治療、リハビリテーション、マンモグラフィー及び医療施設を管理している。リンチバーグは注目すべき、建築物が多く、しかも極めて多様である。 1800年代から1920年代まで、市は、富裕なタバコ産業の恩恵を受けており、裕福な市民はこの期間に、自分たちのために、上級の家屋、東京建築物及び教会を発注した。リンチバーグには、イタリアルネッサンス様式、連邦様式、ジョージア様式、新古典様式、シンゴシック様式、ロマネスク様式、ジェファーソニ様式、アンジョー様式、 第二定正様式、コロニアル様式及びアールデコ様式ですら素晴らしい例がある。金号の古い建物の多くは大恐慌以来、荒廃し、多くの美しい家屋や建物が長い間住まわれる、こともない状態だった。ダイヤモンドヒルや、リバーモントのような金号の大型家屋の多くは2世帯住宅に、転換された。しかし、現在は、 爆発的に回収作業が行われている。多くの素晴らしい古い建物が必要としていた投資を受け入れつつある。多くの場所や金号が国登録歴史史跡に登録されている。次のような見どころが、リンチバーグ都市圏に位置するリンチバーグ市は、バージニア州のスポーツ首都を標榜しており、下記のようなスポーツ行事や組織がある。リンチバーグ YMCA スイミング。 YMCA スイミングとバージニア州スイミングに登録した地元水泳クラブ。2008年のアメリカ合衆国水泳クラブの同賞を得た。USA スイミングによれば国内200ケツに入るクラブである。リンチバーグの金号は最初の渡し船上陸点に隣接する7つの丘に発展した。以下の通りである。その他主要な金号にはブーンズバラ、 リバーモント、フェアビューハイツ、フォートヒル、フォレストヒル、ティンバーレーク、ウィンザーヒルズ、サンダースキー、リンクホーン及びワインドハーストがある。リンチバーグはカーター・グラスの記事である。グラスは20世紀初期に民主党員としてアメリカ合衆国会員と上院議員として長年務め、ウッドロー・ウィルソン政権では財務長官となり、 連邦預金保険公社を創設した法案の共同提案者となった。この法は1932年から撤廃される1999年までアメリカ合衆国の商業銀行が投資銀行を系列化することを禁じた。トマス・ロード・バプテスト教会の主任牧師かつモラルマジョリティの創設者でテレビ福音伝道家のジェリー・ファルエルもリンチバーグの出身だった。 アメリカのリズムブルース歌手でザ・ドリフターズとの作品で最もよく知られロックンロールの殿堂入りしたチャーリー・トーマスもここの出身である。また1993年から1998年の間に1994年のナビス・コダイナ・ショアというメジャータイトルを含み6ドルプがツアーで優勝したゴルファードナー・ーリューズも同様である。 その他著名な出身者は以下の通りである。大リンチバーグトランジット会社が市内のバスを運行している。また、リバティ大学キャンパスとのシャトルバスも運行している。アムトラックのクレッセント線がリンチバーグ市とニューヨーク、フィラデルフィア、ボルティモア、ワシントン DC、ノースカロライナ州シャーロット、アトランタ、アラバマ州、バーミングハム及びニューオーリンズとをつないでいる。 アムトラックのリンチバーグ駅はケンパー通り825番にある。リンチバーグはトランスドミニオン・イクスプレスの主要中継店になる。トランスドミニオン・イクスプレスを設立する最初の段階はすでにリンチバーグで新しい乗客船を作ることで始められており、秋にはワシントン DC まで伸びることが計画されている。 リンチバーグには二つの鉄道幹線が来ていることにも注目すべきである。CSX トランスポーテーションも線路を持っており、市内に小さな創車場がある。またノーフォークサザン鉄道の二つの線が交わっている。一つはワシントン DC からアトランタまでの元サザン鉄道幹線である。ノーフォークサザン鉄道はショッピングモール側に創車場がある。 様々な走者の様子を見ることができる。リンチバーグ地域空港からは、US Airways エクスプレスがシャーロットと、デルタコネクションがアトランタとを結んでいる。2009年4月には、空港乗降客は7400人に増えてきた。97%の成長率である。この乗客増加に伴い便数が増やされ、 他の航空会社や目的地が追加される可能性も出てきた。主要道路としてアメリカ国道29号線、道501号線、道221号線が南北にアメリカ高規格道路460号線が東西に走っている。リンチバーグ氏は週刊高速道路のないことではアメリカ合衆国でも大きな都市に入っているが、 アメリカ国道29号線の大半が、週間高速道路の標準までグレードを高められ、高規格道路460号線にも重要な改良が加えられてきた。ありがとうございます。